用意す用意さ、悠長な節回しの掛け声が画面から聞こえてくるようです。道幅いっぱいの巨大な山車を子どもたちが引っ張ります。昭和37年の久慈秋祭りの様子です。久慈市内にある大神宮、秋葉神社、辰巳山神社の合同のお祭り。その昔は旧暦で行われ、雪の中でお祭りをした記録もあるとか。この映像の頃は9月中旬に行われていました。平成13年からは参加者や見物客に配慮して9月の第3金曜日を初日とした3日間となり、今に至っています。歌舞伎の名シーンを再現した絵巻が山車を飾って沿道を埋めた観客を魅了します。圧巻の大きさが久慈の人たちの自慢です。震災の年は山車小屋が海水に浸かった組もあり、開催が危ぶまれましたが、すべての組がなんとか顔を揃えました。久慈市がテレビドラマの舞台となった去年は出演者も特別参加し、大勢の見物客でにぎわいました。今年も9月18日に前夜祭、19日から3日間にぎやかに繰り広げられます。